はいどうも、プチスタジオのノリでございます。今日はですね、パワフェスの後編を、したいと思ってたんですけども、皆さんすいません、なんと、ビデオクリップが撮れてませんでした。いや本当によくあるんですよこれ。もうどうやったらね、これがなくなるのかっていうのを皆さん教えてくださいということで、今日新しく始めて、そしたら途中でやったやつも撮れなくなってて、実は決勝行ったんですよ。で決勝優勝して、で熱盛さん出てきて、熱盛さんと戦うという流れになってしまいました。なので、こっからですね、僕と熱盛さんの試合をこれめちゃめちゃ飛びますけど、見てください。絶対に勝ちます。絶対に負けられないんです。いきましょう、レッツ熱盛、熱盛ぶっ倒してやるからな。戦っていきましょう。観客の皆様にお知らせいたします。球場内は非常に危険な状態になっております。今すぐ避難してください。もういい、絶対勝つ、絶対勝つぞ。ストレート攻めでしょ、ね、よっしゃい、やっていこうぜ、やっていこうぜ。ナイス、ナイスです。やっぱエース鈴本さんがね抑えてくれるはず。勝ちましょうよ。ナックルを見よ。お前の胸厚シュートよりやばいぞというところをね見せていきましょうよ。お前は予告三振だ。男やべえ、予告三振されてて。絶対打ったる。よっしゃ、あーやっぱ右京打つないな、右京左京が打つない守備範囲の外野が全然穴がない。毎度おなじみ胸熱シュートだ。どういうこと。あーこれやっぱり胸熱シュートあんまり狙わない方がいいかな。手入れちゃうんだよなここをどうしていこうかな。やっぱりカーブとストレートに絞った方がいいかなとは思います。いいとこ投げてくれね。負けません僕は。うわえげつないな、絶対打ったる。うわシュートけえへんのかい。絶対シュートやと思ったわ今。熱盛の音楽腹立つな。腹立ってきた。さあここも鈴本さんのナックルが冴え渡る。ナックルを打てないでしょうか。あストレート打った。ナイス、男矢部が素晴らしい。能力値がもう素晴らしいですね。高さ、守備範囲の広さ。ゲッツーは無理か、足が速い。うん、でもアウトにできたのでかいですね。これだからリベンジャーっていうことはあれなんですね、負けた、我らに負けた人たちが出てるという感じなんですね。さあセカンドノリ、いいですね。さあ警戒にやっていきたい。手加減はできんぞ。怖い怖い、手加減なんていらんねん。ほら打ったるわ。なめんななめんな、このやつ。いやーこれアウトにできないでしょ。さあ打っていきたい。ストレート来い。ストレートの割合とかな計算できたら超楽なんでしょ。よし見えてる、見えてるぞ、ロックド。ナイスバッティングだ。一番ロックド打ちやすいかもな。さあ構えろ、さあ出るか。
っとここトリッキーなことをやってみたい。えい、まあ、オッケーですよ。ここでね、ノリが打ってくれるはずですよ。なんと、手が滑ってしまった。ノリなら打てるはず。うわ、今の打てたね。今の逃したの痛いな。うわ、やってる。これはやってる。キャッチャーフライが一番悩むやつよ。さあ、4番返り咲きましょうよ。へへ、素晴らしい。素晴らしいんじゃないか、今のは。帰れ帰れ帰れ。ナイスバッティングバンド。お手本のようなセンター返し。さあ、ピッチャーは元に順調にアウトを重ねております。さあ、男矢部もね、怪我から来て、すごいですよ。胸を突き出せ。言うても出るからね。いや、シュート言うても出るから。言ってくれたよ。今のが胸圧シュート。9番社長って結構豪華やな。もうね、胸圧シュートね。打ち砕きたいな。ファールでね、粘るのが精一杯なんですよ。来た。来た、予告。予告胸シュートでも打てない。くそ。やっぱりキレがすごい。社長めちゃめちゃ粘ります。いやー、バッそれかい。点差のまま。まだね、鈴本がまだ打たれてないんでね、このまま行ってくれたら。ナイスピッチング。このシュートをね、あーっと、これはやばい、これはやばい、これはやばい。うわー、1点先制された。あ、1点先制じゃないんか。1点取ってた。うわ、このまま行きたかったな。からね、調子乗りはセブン分かってんねん、これ。はい、アウト。キャッチャーいい。さあ、行くぞ。ちょっと社長打ちにくいな。社長打ちにくいぞ。前に私の球が打てるのか。うれ、うん、今のはいいでしょう。こいつがランナー出てくれればね、走力Sなんで。いい、いいぞ。これで盗塁していきたいところなんですが、グッドじゃ無理か。うん、セーフ。ナイス。一本で帰ってこられないか。帰ってこれた。いける。ナイス、ナイスラン。やっぱりね、さすがに走力の S ぐらいあると言ってくれますね。これもよろしくお願いします。さあ、ランナーはね、全員足がまあまあなんだよ。うん、まあ1点は取れた。あ、1点取れないか。あー、ゲッツーだ。もったいない。でも、優勝できなかった人たちがね、戦いに来るわけですよ。ゲッツー。このナイスな二遊間。チャライだ、チャライ。なんでそれでレフトにあれがつくんだろう。2対2同点。負けたくない。さあ、ここは勝ちたいところ。
いい勝負してますよ。でも三振だろ。いいか。いやー、当ててくるね。すげえわ、やっぱり。さあ、ファースト。もうね、カーソルがね、誰につくか怖いんですよね。本当にランダムだから。ショート。友沢の素晴らしい守備。2対2のまま、8回裏。出てます。手が滑ってしまった。手加減はできんぞ。いやー、胸圧シュートやっぱすごいな。ナイスバッティングだ。ナイスバッティングだ。いや、セカンドはセーフ。さあ、ここ突き放していきたいところ。絶対ストレート狙い。ワンチャン分かれば胸圧シュートを打っていく。まあね、その投げるコースによってやっぱ分かるときあるんで、ね、その時は胸シュートを打っていくっていうのが一番いいんじゃないでしょうか。9回ここ抑えれば勝ち、これはありますよ。皆さん勝利がありますよ、マジで。あー、勝ちてー、勝ちたい、勝ちたいんです。ツーアウト。ここ勝っていきたい。マジで勝ちたい。ブロンコリーダー、懐かしい。よっしゃ、勝ったー、優勝ー。はい、ということで終わりました。パワーフェス完全クリアですか、これは。ということになるんでしょうか、わかりませんが、のりくんがですね、オール A のめちゃめちゃ強い選手に育ちました。パーフェスが面白かったよっていう人は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。そして現在ね、僕とメンバーの大輝が、フォロワーも、1万人企画というのをやってるので、もしよかったら、Twitter の方もフォローの方よろしくお願いします。まだまだこれからいろんな企画を、やっていくので、これからもゲームチャンネル、よろしくお願いします。ありがとうございました。